東義は中国の南北朝時代にあった北朝の国の一つ。北義が分裂して成立した二つの義のうち、韓古関の東側で中原を中心とした半島を持つ国の呼び名。韓古関の西側で韓中を中心とした半島を持つ国の方は正義と呼んで区別する。北義東義正義はいずれも 後代の司家が便宜上層を呼び始めたもので、本来の国号は南である。また、党技、正義のそれぞれが、義の政党を辞任していた。534年、大上昇公館を排除しようと図って失敗した、北義の公部帝は、落陽から逃れて、関中に入り、宇文康氏に保護された。公館はやむなく、行でも豊臣を皇帝に擁立した。これが党義と呼ばれる。 一方、ウブンヤス氏は、公文カドと相性が悪く、公文カドを独殺して、元宝教皇帝に擁立した。こちらは、正義と呼ばれる。闘技では高官が宣言を振るい、公正帝は、孔子一族の区靴でしかなかった。国力は当初は正義に対して勝っていたにもかかわらず、しばしば軍事的敗北を喫した。547年に公官が死ぬと、 その長男の孔清が大上昇を継いだ。間もなく方径が南朝張に降って、闘技に背くと、路洋招集に方径を撃たせ、孔清は行に残った方径の祭司を殺害、また南朝領と就航して方径を孤立に追い込んだ。549年、孔清は小国に上り、西王に封じられた。しかし孔清は、 暴虐が、ひどさを増すばかりだったので、乱刑に殺された。交換の次男の高与が、小国、聖王を継ぎ、この高与が550年に、高精帝から禅上されて定位につき、翌年元旦に国語を正に改める。ここに、当技の16年の短い歴史が終わった。高精帝天平元蔵公和武さだ。ありがとうございます。